こんにちは。柏原竜一の今日のインテリジェンスを始めさせていただきます。今日はちょっと迷ったんですよね。どこまで話していいのか、話すべきじゃないのか、あるいはどこでストップするべきなのかっていうことがすごく、えー、疑問な内容です。まあ、でもあのまあ、ね。あのなるべく多くの人の邪魔にならないと言ったら変ですけど。そういう形でちょっとこうぼやかして。 えー、ちょっとと話をしようかなと思いますんで、あのー、あまりこううわーっていう話には多分ならないかなとこう僕は信じてるんですけどまあ極力ねあの無罪な人がいる、うん、その人に対してということがあるかもしれませんから具体的な名前は極力ねあの名前を出さずに、えー、こういうことだったんじゃないだろうかということを、えー、ちょっと話をしていこうかなとこう思います。やはりね、あのー、ちょっと闇闇がが深深いいんですよ本当に闇が深い あのだからちょっと今日お話ししようと思っているのはちょっとまずテーマをお話しするとアメリカの民主党の未曾有の言論弾圧の背景には何があるのかということなんですよ。でもこれはね本当に闇が深いです、ね、ですすねから、まあ、僕はそう思ってるだけなのかもしれませんですからそれは決してあのこうだよっていう、まあ、あくまで今だったら推測,段推測の段階ですけれど多分もうこれ以外に可能性はないよなと。 そう思っていることからありますすで、でそれをちょっととお話しよううかなとこう思うんですね。まずですね、民主党の言論弾圧の現状をちょっと見ておきましょうどうかっていうとトランプ大統領への、えっと、弾劾決議ですねそれがまず、えー、こう議会で行われて下院、まあ、では通りましたが上院ではまだ分からないですねそれとあとは、えー、アメリカの憲法修正25条の適用を試みるとまあペロシの下院議長が一生懸命、えー、運動してますけどまああのー ペンス副大統領がそれはできませんよって言ってるんで多分これは多分通らないのかなまあ上院もありますからね上院で、えー、通るかというとちょっとこれは微妙かなとこう思います。でやはりですね一番大きいのが、えー、テック企業まあだからガーファーと言われる企業ですね一連の企業群による応募があまりに激しいとこういうことですね。 ツイッターフェイスブックこれがトランプ大統領のアカウントを停止するとでその背後でトランプチームの弁護士のアカウントも停止されてしまうとでえー、っとだから結局あとトランプ大統領の資金調達の、えー、これも停止させてしまうとだからもう全部ね息の根を止めるという勢いなんですよ。あの民主国家がここんなと僕は素直に思うぐらいかなり過激な 対応に出てますよねこれはまあ一つ予言しておきたいんですけど、えー、1月20日に、えー、バイデン大統領が就任するはもうトランプに対する攻撃トランプ一回ですねトランプ一族に対する攻撃っいうのはもっと激しくなると、えー、そう思いますもう訴訟に通く訴訟でねもうビシバシやられるだろうとまあ何がこれから起こるか分かりませんけどね多分そうなるんじゃないかなと僕は深く懸念しています。そそしててれだけじゃなくてやっぱり全米の やっぱりトランプの熱心な支持者の方々ですねその方々に対して言われもない誹謗中傷というのが、えー、加えられるんじゃないかとだからアメリカ分裂というよりももうだから潰れてしまったような印象がありますよねひどいことになるんじゃないかなとだから、えー、非常にこうかなり事態を憂慮していますでやはりですねそこでですね問題はなぜここまでする必要があるのと もうあと10日ぐらいで大統領辞めるんですよねトランプはでそのトランプに対してこんなに酔ってたかって叩くことないじゃないかそれがやっぱり問われるべき問題だと僕は思うんですよですからあの単にねだから結局こう何がもう背景としてあるかというとやはり選挙の不正だけだったんじゃないか選挙の不正だけが問題だったんじゃないんじゃないかそれ以外もっと深く深く 暗い闇があるんじゃないかと、えー、そう僕は、えー、推定せざるを得ないんですよね。でそれで、えー、何がその闇なのかっていうことをちょっと考えています。そうするとやはり <coughs> 一つ確実に言えるのは、えー、っと民主党やまあ巨大メディア、それにガーファーの組織ですね。これには多分隠したいことがあるんだろうと。これはまあ明らかですよね。だからえー、っと一生懸命、えー、トランプが一般の人に えー、話が通じてしまうような経路を次々こうもう全部潰していってるんですよね。だからそれは多分絶対確実に言えることだと思うんですよだからあとトランプ陣営からですねだからその民主党が隠したいことをトランプ陣営からその情報が漏れてしまったら米国社会全体が終わってしまうぐらいの衝撃がある事態なんじゃないかと。すごくこう社会を震撼させるような内容ではないかということも まあ、推定はでできるわけですよだから絶対何があっても隠さなければいけないそういうことが多分民主党の側に多分あるんでしょうですからこんなに一生懸命隠そうとしてるんだろうなとだから選挙を盗むレベルじゃないんだっていうことですよね。だからトランプ大統領がずっっと黙ってるのは 多分そそこらんのの事情が大きいいじゃないのかなかと、えー、最近うう思に至りました,そしたら分かりだ単にもうだからこう民主党の圧力に負けてしまってシュンとして、えーえーこうもうね、シュンとしてるのかもしれませんそれは分かりませんけれどやはりこう民主党の側としてはトラ,ンプトランプ陣営の口を封じなければいけない、えー、理由があるんだということだけは多分確かだと思うんですよね。 でやはりですね、えー、この二週間でこの二週間ぐらいかな二週間ぐらいで今年に入ってからまあねもうだいたい2週間ぐらい経ちますけどこの間でやはりもうネットを行き来していた噂にはまあ僕はすごく注目するすごく注目した噂には二つありますそれは何かというと一つは、えーえー、ケネディジュニアですねケネディジュニアがまだ存命しているという噂がすごく流れましたこれはどういうこっちゃっていうことですね であのそもそもあの Q アノンっていう、ね、あの陰謀論のメーカーというのが陰謀論の主張している人はネットでバンバン書き込んでそれをみんな信じてですねな Q アノンの信奉者という陰謀論を信じてる人はそう言ってアメリカのメディアはすごく叩かれるんですけどこの Q アノンというもの自身がやはりケネディの、えー、なんか影響かって言ったらえんですけど、まあ、ケネディと連なるもんだったんじゃないのかなと僕はぼんやり考えています。でやはりですね えー、トランプ自身トランプ本人ですねトランプ大統領本人も、まあ、ケネディ・ジュニアとは一時すごく親しかったんですよねしかしですね、えー、トランプは、えー、だからこうトランプとやっぱりこうケネディがですねやっぱり共に国,国を憂えるというそういう機会が多分あったんじゃないのかなと僕は連想しますでやはりあのその時トランプはですねやっぱケネディから「この国はなんとかしてほしい」と言われたんじゃないのかなと。 こう僕はまあそう想像してるわけですねまあ想像してるだけですから本当は分かりませんよでも仲が良かったことは確かですで、えー、そしてだから Q アノンとトランプ勢力が、えー、連携しているという可能性もまたあるのかなとだから一つのねプロパガンダの手法として陰謀論を逆にこう陰謀論だよって言ってしまうとそしてその中に丁寧に確実な事実だけをポッポッポッと入れてしまうそしたら普通の人もああこれ陰謀論じゃないか と,いうことでもう、まあ、普通の人は全然気にしないんですけどでもやはりこう,こう込められた少しずつの情報っていうんですか正確な情報っていうのが後でこれ正しかったんじゃないのかなと思わせるようなそういう,こう情報の伝え方をしてたのかなと Q アナの人たちはねですからそこが結局あのポイントだったんじゃないのかなとまあそこはでもまだ大したことないんですよねもっと深刻な問題があるわけですよですかからケネディの時代から 何かこうア,メリカアメリカ政府の背後で起こっていた何か出来事があってそしてそれがやはりこうトランプにも伝わっているという可能性がまあ一つあるな、まあ、これは可能性だけですからね、まあ、あのお前違うぞって言われたら「はいそうです」っていうしか言わないんですけど、まあ、可能性があるかなと、まあ、そのぐらいは多分大丈夫と思うすよねでもやはりもう一つもう一つはジェフリー・エプスタインがまだ生きてるぞっていう噂ですよね。 これは誰が振りまいてたかっていうとあのあのあのた玉弁護士のリン・ウッドが「一生生懸命エプスタインは生きていやほんまかお前死んでるやんけ」っていうねそういう気がするんですけどやはりこうそこで問題になったのは何かっていうとまあ子供相手のセックスとそういうことですよね。それを媒介していたのがこのジェフリー・エプスタインっていう人物だったんですよね。 でまあ、ちょっと話は変わるんですけどね、<laughs> 不自然ですよね、<laughs> 不自然で話は変わるんですけど、皆さん、あの検索を、なんかね、インターネットで検索されるときに、どういうサーチエンジンを使っておられますか、まあ、Google の, Google の方がすごく多いんじゃないかなと、えー、そう思うんですけど、僕は最近変えました。それは何かっていうと、まあ、皆さんもご存じかもしれないけど、ダックダック GO ですね。ダックダック GO いいですよ、本当にいい。 これどういうことかっていうと、えー、とにかくねサーチエンジンにね細工がされてるわけですですからあのー、実際にはあのーちあのー、ネット上にあってもなかなか出てこない情報っていうのをダック・ダック・ゴーだったらね探せるとこれはやっぱり大きなあの成果でした今回のあの大統領選で一番こう得た収入と収穫としては多かったのがやっぱダック・ダック・ゴーの存在を知ったことでしょうかねでですからそこでペド と入れて聞いてみるんですよそしたらああここの人もあの人もみたいなまあそれはもうお前それ陰謀論で気をつけると言われたらそうなんですけどでもまあ誰がそういう噂を立てられてるかっていうところまでは確定ができるわけですよねですからそれを信じるかどうかっていうとかちょっとまあ置いといてえまあそういう噂が立ってるってことは確定ができるわけですよまあそこがすごく重要なんかなとですからやはりこう google を使わないね。 Google を検索に使わないっていうことはすごく重要かなと、えー、そう僕は今痛感しています。そしてですね、やはりこうネットでこう拡散した情報の中にどういうものがあったかというと、このエイプスタインが、えー、カリブ海の方に離れ小島を持っていて、そこにあの少年少女を囲ってですね、そこでいかがわしい行為をさせていたっていう、まあセントリトルセントリトルジョーンズ島かな、そういう島があるんですよね。 そこにやはり自家用飛行機でいろんなお客さんが運んでいたっていう話があるわけですよそしてそこの自家用飛行機で運んでいた人間のリストがこれは割合で、ね、みんな知られてるんで、えー、ガン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 わ、えー、かるわけですよねでその人たちがやはりすごくあのー、問題だったんじゃない だから日本人だったらね誰でも知ってるような政治家とかね著名人ですね芸能人とかが多いですねあと芸術家とかねそういった人がすごくそのリストの中に多数登場しています。で今回の騒動でもやはりそのリストが多方面に何か改めて拡散することになったのかなとそう見てるんですねやっぱり、ね、政治家でね。 一番ショックだったののはねそのペド島に行ったねあの政治家の中で行った、えー、政治家で、まあ、リストの中で、まあ、明らかにこれはそうだっていうのが分かるんですけどやはりバラク・オバマですよババラク・オバマがペド島に行っていたそしてあとビル・クリントンこれは分かりますよねあクリントンだってやりそうと思いますね思うじゃないですかだからそのこの2人が行っているだから大統領ですよ 大統領元大統領の職にあったような人たちがそういう,こうエプスタインまあエプスタインの,その離れ小島といったら変ですけど個人所有のねそうい,ういかがわしいことがされていたとされるえ場所に行っていたとまあそういうわけなんですよね。ですからえーとノ,ーベルノーベル平和賞の受賞者がこんなことしてたのとこれが明らかになったらそれこそまあ民主党という政党は まず崩壊するでしょうそしてアメリカ政府っていうのかアメリカの、えー、行政機関っていうんですか、えー、アメリカのせい政治せいアメリカ政治ですよね米国の政治というものに対してアメリカ国内だけじゃなくて全世界から一斉の不審の不目で見られるることになででしょうですからそうなったらおしまいだから、えー、一生懸命トランプの口く,くじしてるのかなとまあこう僕はぼんやり考えてみたと、えー、そういう一合に言っておきます。 やっぱりねねここういういとが言えるんですよ、ね、例えばあのインテリジェンスという話とちょっと絡めるんだったらねケンブリッジファイブという人たちがいたわけですよ。でその人たちは皆、えー、共産党のために熱心に戦うというそういう、えー、まあ戦士でもあったんですけど実際にはですねやはりこう共産主義という理想と同時にやはり彼ら同士の個人的な関係っていうのもあったわけですね。それは何かとというズバリ言って あのホモセクシュアルですよ。今だったら全然問題にならないんですよね。だからホモホモ立という。そういう関係だったわけですよね。だから今だったら全然問題にならないんですけど。えー、っとそ、そのその四十、千九百四十年代、五十年代、六十年代とか。そういうことに対して、世間の目が非常に厳しい時代に。そういうこう。まあ、人には言えない性的指向ですよね。性的指向で結びつ,ついてる人たちが。一生懸命、共産党のために働いていたと。と だからこの話とねそこのジェフリー・エップスタインの問題っていうのは一つ通底してるんじゃないのかなとだから実際にはですね、えー、こう行った人々がそういう行為をしているところをビデオで撮られて「でお前やっただろう」と言って脅されたらもうこれはもうはい従いますっていうことでそれが実際にはディープステートの内容だったんじゃないでしょうか。 まあこれもまだ推測ですからわからないですけどでもこれは僕は強い確信を持っているのはこのエプスタインに関する情報っていうのがすごくやっぱり重要なんじゃないかとそしてその情報がやはりこう外に漏れると外に流出することをやはり民主党としては何としても隠したいんじゃないのかなとこう僕は考えています。実際こここののリストを検討すすすれればね面白いいとがいくつもわかかるんですよあのでよああらまままだだは、まあ 気が向いたらやらしていたたららやてだこううかなと思うんですけどもあ,のあまりねやっぱこんなことは聞きたくないよっていう方もおられるかもしれませんからそういうねなんかコメントがあったらやめとこうかなと僕は思うんですけどまああまりねちょっとこういう方面というかいかにも陰謀論界隈の話ですよね。でもああのの別にあのあの ロリータ号に乗ってた人命のリストはもうかなり相当出回ってますしねそれ自身に関してはある程度信頼ができるのかなと思ってますからあながち、えー、どういったんですか、えー、全くの根も葉もない根拠根,根も葉もない話ではないかなとそうも思うんですよね。ですからあのただ、まあ、こういうことこういう具合にちょっと考えていきますとね今後のトランプの動向がどうなるかっていうことを考えると。 仮に1月20日でバイデン政権に移行したとしてもあのその民主党の支部ですか民主党の支部をがっちりと握られている限りどうなるか分かんないよとだから別にこうねえバイデン大統領が辞任するとかそれは分からないですよそれは分かんないですけどアメリカ政治は相当激動に次ぐ激動が続くだろうなとそう僕は予想するわけですね。ですからあの今回のなんで あのトランプがあんまり行動したいのかなとずっと思ってたんですけどやっぱりこう選挙不正以上になんか深刻な問題があるからだろうとそういうことを考えましてこういうちょっと考察をしてみましたもしあのよろしかったら良い方にポチをそしてあのできればあのチャンネル登録をしていただければあのちょっとま前向きに考えますんで、えー、またよろしければ、えー、っとご覧くださいでは今日はこれでおしまいしますそれでは失礼します